今日の練習付き合ってくれてありがとう、ルカさん。お礼を言うのは私の方よ。みんなどんどん上達するから、一緒に弾くのが楽しいわ。ふふ。きっとシホの指導の賜物ね。うんうん。みんなそれぞれ自主練とかも頑張ってくれてるし。お、そっちも練習終わった？うん。そろそろ音合わせしよう。と思ったけど。でも、その前に。うん？行くよ。せーの。しほちゃん。誕生日おめでとう。驚いてるね、シホ。だって、みんな何も言わないから、てっきり忘れてるのかと思って。もう、忘れるわけないじゃん。それに、まだまだこれだけじゃないよ。ね、いっちゃん。うん。私たちとミクから、歌をプレゼントしたいんだ。そのために、さっきまで練習してたんだ。今までで一番いい出来になってると思うの。だから、一緒に演奏してくれないかな。わかった。そういうことなら、どれくらい上達したのか、見せてもらおうかな。もちろん。やっぱり、シホのベースがあるのとないのとじゃ、演奏の締まりがだいぶ違うね。ええ。シホどうだった？よかったよ。弾いてて、すごく楽しかった。みんな、見た？あのシホちゃんが褒めてくれたよ。恥ずかしいからやめなよ。こっそり練習してた甲斐があったな。もしかして4人で練習した後も3人で？うん。だって早く志保ちゃんに認めてもらえる演奏がしたかったから。ちゃんと認めてもらえるまではまだかかりそうだけど、待っててくれると嬉しいな。みんな、それなら私もビシバシ行くからよろしく。ところでみんな、この後シホの好きなラーメン屋さんに行くって言ってなかった？そうだった！シホちゃん、私たちがおごるから好きなラーメンとかトッピング頼んでね。いいの？じゃあせっかくだし全部乗せとかしようかな。
ミク、それにルカさんも、今日はありがとう。どういたしまして。また4人の素敵な演奏を聴かせてね。うん、もちろん。集まってくれたみんなも、今日はありがとう。結構楽しかったよ。じゃあ、またね。